めぐみちゃん全部食べてくれたの？美味しかった？うん、とっても美味しかったよ。たくさんウインナーも。よかった。すいません、めぐみの分だけでも申し訳なかったのに、私の分までいただいてしまって。あ、いえ、私が好きでしたことですから、かえってご迷惑じゃなかったかと。とんでもない。久しぶりに美味しい手料理を楽しめましたな、めぐみ。うん。あのね、みゆきお姉ちゃん。何？また作ってくれる？え？めぐみ、遠足は当分ないからお弁当はいらないだろう。でも、お弁当じゃなくても食べたい。お父さんも食べたいでしょ？そりゃあな。でしょ？でも、あんまりわがまま言っちゃダメだぞ。あら、みゆきさん来てたの。こんばんは、お邪魔してます。ねえ、せっかくだから一緒に夕食食べていかない？あ、でも今日は遠慮なんていいから。そうだ、ケン君と夏美さんも呼べば？ああ、そりゃいいですね。いえ、本当にちょっと用事があるので。そう、残念ね。じゃあ私はこれで。またね、めぐみちゃん。さようなら。また来てね。どうもありがとうございました。みゆき。